アグアスカリエンテスはメキシコ中西部のサンペドロ川沿いにある標高1888メートルの高地に位置する都市である。1575年10月22日に建設された。1835年に隣のサカテカス州から分離したアグアスカリエンテス州の州都である。2000年の統計によるとアグアスカリエンテスはメキシコで13番目に大きい都市圏を持ち、 都市部には90万人が住んでおり、メキシコで急成長している都市の一つである。アグアスカリエンテスとはスペイン語で、熱い水を意味する。1575年に都市が建設された時、その豊富な湯量のためにこの名が付けられた。また、夕日が美しいことでも有名である。毎年4月後半から5月第一週にかけて、メキシコ全国でも有名なサンマルコス祭が開催される。 この時期のホテルは非常に取りづらくなる。アグアスカリエンテスには大学が数多くあり、教育熱心な州として知られており、毎年メキシコで住みたい都市の上位にランキングされている。サンマルコス祭における闘牛、アグアスカリエンテスは1575年10月22日、サカテカスとメキシコ式の都市間の郵便サービスの休息所としてジュアンデモントロによって設立された。 創設者は大都市になることを想定していなかったが、1835年に、その土地が隣接するサカテカスから分離された時に、新しく形成された同盟の州の州都となった。州がサカテカスから分離した際、アグアスカリエンテスはサカテカスよりも発展し、サカテカス州はアグアスカリエンテスと比較して発展が遅れた。歴史上アグアスカリエンテスは、 メキシコ革命中の1914年にアグアスカリエンテス会議が開催されたことで知られる。ビクトリアーノ・ウェルタ大統領を辞職させた革命軍諸派はアグアスカリエンテスで会議を開いたが、主にファンチ・オビリアを中心とする会議は国家の主権が自身にあることを宣言し、メキシコシティに入って会議派の政府を立てた。ベヌスティアーノ・カランサの率いる五権派はこれに反対して、 ベラクルスで政府を立て、両政府の間で戦闘が発生した。内戦は1917年に五権派の勝利で一旦終結したが、ビリア派はチワワ州、サパタ派はモレロス州で活動を続けた。アグアスカリエンテスの歴史的中心部は四つの異なる地域を起源とする。これらの中で最も古いものはアグアスカリエンテスよりも技術的に古い演習の地区である。 アンダルシア出身のエルナン・ゴンサレス・ベロカルにより1565年に設立されたこの地区はもともとスペインのセビリアのトリアナ地区にちなんでトリアナという名前で呼ばれていた。エンシノ地区は1773年と1796年の間に建てられたカトリック教会であるバロック様式のセニョールデルエンシノ聖堂があるエリアである。エンシノの黒いキリストは この近郊の広く崇拝された宗教的偶像の象徴である。植民地時代の広場と聖堂に隣接するホセグアダルーペ・ポサダ博物館は市内の主要観光スポットの一つである。二つ目の地区は当時村であったアグアスカリエンテスの郊外の先住民族の居住地として17世紀初めのルーツを持つサンマルコス地区である。 1628年から1688年の間、共同体の一部がコミュニティに割り当てられたが、先住民族は依然としてスペインの所有農場で働き、アグアスカリエンテスで売る商品を生産していた。一方、彼らは簡易な病院とチャペルの建設を組織した。この最初のチャペルは、1763年12月15日に完成した。 現在のサンマルコス聖堂に建て替えられた。この教会は、その近所エリアを有名にしているサンマルコス祭の信仰の中心である。三つ目の地区は、18世紀後半にアグアスカリエンテスからハルパやサカテカスに至る道に沿って一連の店舗や取引所として開発が開始されたグアダルーペ地区である。近くにある象徴的なグアダルーペ聖堂は、 1767年と1789年の間に建設された。そのスペインのバロック様式のファサードとタラベラのタイルが並んでいるドームによりよく知られている。特にメキシコ中央製造所の設立後、近隣地区がすぐに発展した。20世紀初頭までにその道端の宿屋はほとんどが家に改築され、サンマルコス地区との境界線が不明確になった。 最後の四つ目の地区は、サルー地区で、このエリアを襲った数多くの伝染病に対処して、建てられ18世紀末まで発展した、小さなチャペルと墓地に起源を持つ。墓堀利業者は、墓地の近くに家を建て、他の人々は、解放地を利用して、果樹園を創設した。果樹園は20世紀初頭に消滅し始めたが、この近郊の起源についての手がかりは、まだ残っている。 一つ目として、土地の境界線が一般的に考えの溝にとなっていることは、今日の町の無計画な5番目上の通りでも見られることがある。二つ目が、シンプルなファサードを特徴とする、主に1階建ての家により、このエリアの労働者階級の特徴を垣間見ることができる。五つ目の地区のエスタシオン地区は、町の起源となるエリア付近に集合している。しかし、 この付近のエリアはかなり近代的で、19世紀末から数十年にかけて開発が進んだ。アグアスカリエンテスの歴史の中で重要な役割を果たしているが、エスタシオン地区は当時の歴史的地区の一つとは厳密には考えない。一部の地区を除き、メキシコの他の州都に比べ治安は安定している。ただし、サンマルコス祭の期間は治安が悪化する傾向にある。 日産自動車、自動変速機を製造する、ジアトコ、プレスメーカー最大手ユニプレス、マブチモーターの海外工場があり、そのため日本人学校も設置されている。2014年現在約800名の日本人が暮らしている。メキシコサッカーリーグに属するクルブネカクサのホームタウンである。ありがとうございます。